チリ陸軍はチリの陸軍。近年行われた更新整備計画により南米諸国で最も現代的プロフェッショナル化が進められた陸軍である。チリ陸軍の装備品の多くはドイツ、オランダ、スイス、アメリカ合衆国、イスラエル、フランス及びスペインから供給されている。チリ陸軍士官学校チリ陸軍の将校1810年12月2日に ホセ・ミゲル・カレーラが指導したサンティアゴでチレの自治政府国民会議の元陸軍が創設された。陸軍は初代司令官カレーラやホセ・ゲサン・マルティン、ベルナルド・オイギンスらに率いられてスペイン王党派に対して独立戦争を戦った。独立を勝ち取り、チリ共和国が成立した後にオイギンスは軍を再編成するため1817年に 陸軍主官学校を設立した。地理解放後、地理陸軍は、アンデス軍を辞して司令官となったサンバルティン将軍に、引き入られ、応答派の支配していた、ペルーの首都リマを解放した。その後、周辺諸国の革命、1836年から行われた、ペルーボリビア連合との連合戦争、アラウカニア制圧作戦や太平洋戦争のほか、1891年の、 チリ内戦に関わった。19世紀末からは、ドイツ軍の指導を受け、その時に築かれた伝統を長く保ち続けたことから、世界最後のプロイセン軍とも呼ばれた。1973年には、陸軍総司令官、アウグストピノチェトによる、チリクーデターを支えて、軍事政権時代を経て、現在に至る。2018年10月18日。 サンティアゴで発生した地理暴動に伴い陸軍が出動。市内に数千人の兵士と戦車が配備されて治安維持に当たった。市街地に陸軍が展開する事態は1990年にアウグストピノチェト独裁政権が崩壊して以来の出来事となった。首都サンティアゴに陸軍本部が置かれ、六個師団をそれぞれ軍管区として割り振り、区域内の防衛警備を担当する。 他に、ランカグアに、航空旅団、コリナに特殊作戦旅団、広報支援手団がある。2009年時点で、現役兵約4万5千人が所属。チリ軍の編成戦車、編集レオパルト2戦車総輪車、編集早期車、編集消火器、編集 MG3 を手にした、陸軍兵士火砲、編集カーサ12最近まで、同輸出金額の10%を、 国防省に納付する制度同期密法という世界的に珍しい法が存在しており、同期密法によって軍の近代化を進められた。ありがとうございます。